こんにちは、藤本千佳です。先日、YouTube 登録者数が4000人ということで、プレゼント企画を用意しました。その時に当選したのがこちら。ピアノのコードを知りたいというお話だったので、今回私なりにちょっと簡単に説明をします。ぜひコードって、いや聞きたくないわ、ちょっと難しそうっていう人こそ見てほしいなと思います。この動画は元保育士、リトミック講師、現在ピアノ講師をしている私が音楽を配信しています。みんなが音楽を楽しめるような動画を配信してますので、これを機にチャンネル登録もよろしくお願いします。それではコードスタート。まず最初にクイズです。ミレドレミミミレレミレド、これは何の曲かわかりますか？ちょっと弾いてみますよ。正解はメリーさんの羊。じゃあもう一回ミレドで歌ってみます。せーの。ミレドレミミミレレミレド。じゃあこの曲左手どうする？じゃあコードに挑戦してみます。で、今回は分かりやすくするため我流の説明をします。例外もありますが、イメージをつかむために、まあ、8割 OK と思ってください。じゃあまず左手、ドはどこにあるかというと、ここ。じゃあ、ドのコードを押してくださいと言われたら、コードは、左手の小指を置いて、一つ飛ばしに音を鳴らしてみましょう。ドミソ、せーの。初めてピアノに触れた人はこのドミソがプルプルプル弾きにくいと思います。もし弾きにくい場合は身の音を上げてなしにして、端っこのドとソだけ。これでもいいです。ただ、こういう手で弾くといつまで経っても身が弾けないので、できるだけ丸い手のままドソー、ドソー弾いてみましょう。手がこういう手にならない。丸い手。左手をスムーズに動かすようにしたい人は、ぜひ指の体操をして鍛えていきましょう。コードの話はこれでおしまいです。じゃあクイズを出します。ソ。ソのコードを探してください。スタート。じゃんちゃちゃちゃんちゃちゃん。ソのコードは？ソから一個飛ばし。ソシレでした。次。じゃあ、ファ。ファのコードを探してください。スタート。じゃじゃじゃらじゃじゃ。これがファの音のコードです。まあ、とりあえずこのドのコード、ソのコード、ファ、ド、ソ、ファのコードを覚えてみるとちょっと面白いことができます。じゃあさっき使ったドのコード、ソのコード、ファのコードを4つ数えながらやっていきましょう。せーの。1、2、3、4。出来上がり。これを繰り返すと、歌が作れます。で、ポイントは、ドのコード、ドミソの時は、右手のメロディーも同じく、ドミソを使います。こんなイメージです。じゃあ次、ソ行きましょう。ソのコード。じゃ、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 じゃ。
そのコードです。ソシレ。あとファラドもさっきありましたね。これを組み合わせて作曲します。どうぞ。いかがでしたでしょうか？コードがちょっと面白いな、楽しいなとなってくれると嬉しいです。では、今回の復習です。ドのコードといえば、ド、ミ、ソ。ソのコードといえば、ソ、シ、レ。じゃあ、ファのコードといえば、ファから一個飛ばしだから、ファ、ラ、ド。ここまで面白かったな、ちょっとおまけでもう一個楽しんでみたいなっていう人は、こちらもどうぞ。転調します。この今は電子ピアノなので、ここのボタンピピピで転調をコロッと変えます。聞いてみてください。こんな感じ。これドなんだけど、上げると。音が変わりますね。じゃあ、これでいこうか。さっきのですね。こんな風に遊べます。最後に次回の予告です。ドのコード、ドミソと言いましたが、ドのコードという言葉は私が作った言葉で、一般的には通用しません。世界共通語が英語のように、ピアノの共通ではドのことを C と言います。なので C のコードと言われます。また次の動画で詳しくご紹介できればいいなと思ってます。いいねボタンを押しておくと、自動で自分だけオリジナルの再生リストを作ることができます。保存機能を兼ね備えているので、これを機会にいいねボタンでチャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。